日本語能力試験、懲戒 N1、1回目。これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題 1, 1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください1番 1> 男の人と女の人が今日の予定について話しています 女の人は、この後、何をしなければなりませんか部長、今日、本社から社長がお見えになる件なんですが。ああ、君にも連絡入ってると思うけど、社長との昼食会は、キャンセルになったから。ええ、承知しております。で、営業会議の方は、大丈夫かなはい、第二会議室で、3時から2時間取ってあります。そう。いや、もう1時間余裕を見ておいてくれるかな。 今日は会議が長引きそうだから。わかりました。で、その後の新入社員の話を聞く会の方はどうなってるはい、全員に連絡済みです。この間の店に予約入れておきました。女の人は、この後何をしなければなりませんか 2番 2> 女の人と男の人が電話で話をしています男の人はこれからどうしますかすみません電車を間違えちゃって今中野という駅のホームにいるんですがああ快速電車に乗られたんですねそうみたいです今から大久保駅まで引き返しますのでちょっと時間に遅れますが えっとですね今うちの社の山田が車でお迎えに向かっておりまして中野でしたらその前を通るはずですのであそれならこの駅の改札を出たところでお待ちしましょうかそうですねあでもしばらくそのままでお待ちいただけますかすぐ山田に連絡を取りますので携帯の番号をおっしゃっていただけますかあはい090-1234-1234 五六七八です。じゃあすみませんがよろしくお願いします。男の人はこれからどうしますか？三番先生が 学生のレポートについて話しています。学生はこれからどうしますか先生、レポートは読んでいただけたでしょうかああ、君のは最低質だな。ああ、私の文章、主観的で分かりにくいってよく言われるんです。まあ、実はまだ全部読んではいないんだけど、ちょっと長すぎるって気もするし、文章も分かりにくいけど、それよりもまず、 引用した文献には正確に著者と署名と出版社、それに本が出た年も書かないとダメだよ。あれじゃどこから引用したのかよくわからないよね。すみません。一応全部調べてはあるんですが。そう。だったらそれをちゃんと書いて提出すること。内容についてはそれからだな。わかりました。 学生はこれからどうしますか四番会社で男の人と女の人が話しています。女の人は高橋さんが来たらどうすればいいですかじゃあ、会議室に行ってきます。 2時間ぐらいで戻ってくると思うけど。あの、3時に誠建設の高橋さんが見えることになっていますが。あ、そうか。忘れてた。うーん、3時じゃ会議終わらないな。ああ、高橋さんとことの契約はもう社長の決済ももらってあったんだよね。あ、はい。あとは高橋さんがいらしたら契約書にサインをいただくだけです。そう。 じゃあ、見えたらね、電話入れてよ、会議室に。よろしいんですかうん、ちょっと抜けてくるから、サインもらうだけでしょはい。女の人は、高橋さんが来たら、どうすればいいですか ?5 番。 男の学生と女の学生が話しています。女の学生はこれからどうしますか吉田くん、バドミントン部の部費もらいに来たわよ。はい、3000円。ええー、ないよ、そんな大金。何言ってんのよ。あのケチの栗山先輩も払ったのよ、さっき。へえ、でも俺、今1万円札1枚しかないんだけど、お釣りあるのあら、大変。 今はないわね、お釣り。じゃあ、また今度ってことで。ダメダメ。じゃあ私が建て替えとくから、明日私に返して。あれそういえば、俺昨日栗山先輩に3000円貸したんだ。あのさ、じゃあこうしようよ。先輩が払った分を俺のにしといてよ。先輩は俺に3000円返さなきゃなんないんだから。ダメダメ。そんなのややこしくなるからダメよ。じゃあね、明日返してよ。 女の学生はこれからどうしますか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の 1>, 1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。<番>女の人と男の人が話しています。佐藤さんはどうして来ないのですか あれ佐藤君はどうしたの一緒じゃないのそれがね。喧嘩でもしたのそれとも勉強で忙しいとか。いや、それはないよ。宿題が溜まってるとは言ってたけど、それで友達との約束をすっぽかすようなやつじゃないでしょ。そりゃそうだけど。実は昨日、佐藤の彼女と三人でお酒を飲みに行ったんだけどね。うん。 僕がトイレから戻ると、二人の仲がおかしくなっていて。喧嘩したんだ。そう。だから、今日はどうしても仲直りしたいって彼女のとこへ。うーん。本当はお酒飲みすぎたんじゃないのいやいや、本当なんだって。あいつ今、他のことは何にも考えられないんだよ。佐藤さんは、 どうして来ないのですか。二番男の人と女の人が話しています。女の人はどうしてハワイに行くことになったのですか。 どうしたのそんなにニコニコして。気味が悪いな。えっへん。私、ハワイに行くの。来週、杉山さんと。へえ、金持ちはいいな。それがただなの、実は。あのね、杉山さんの友達で、大野さんって人がいるんだけど、この人がクイズでハワイ旅行に当たっちゃって、 そこまでは良かったんだけど、大野さん、親戚の結婚式が何かと重なっちゃって、行けなくなっちゃったの。それで、そのお蜂が私、秋山に回ってきたって、まあ、そういうわけなのよ。吉田さんも行きたいでしょう。じゃあね、アロハー。女の人は、どうしてハワイに行くことになったのですか 3番女の人と男の人が話しています。男の人はどう感じていますか 秋よねなんだよ急に。怪しいな。お隣のシルちゃん、来月出産ですって。子犬が生まれたら、うちにくれないかな。何言ってんだよ今頃。だって可愛いいじゃない。庭がないからかわいそうだし、家が汚れるのが嫌だって、あれほど言ってたくせに。なんだよ今更。 一緒に公園を散歩したら運動にもなるしいいじゃない言ってることが全然違うじゃん前と「女心と秋の空」って昔の人はいいこと言うわねあああ,あもうこりゃダメだ男の人はどう感じていますか 4番留守番電話のメッセージです。松田さんは本をどうしなければなりませんか 9月3日月曜日午後1時40分のメッセージですこんにちはこちらは東町図書館です松田様がお借りになっている本の返却日が過ぎておりますので今週金曜日までにお返しください本のご返却は開館時間が過ぎましても返却ポストの方にお入れいただければそれで結構です開館時間は 朝九時半から夜六時半までですなお館内一部改修工事のため今週の木曜日と金曜日は臨時休館日とさせていただきますので休館中は返却ポストをご利用くださいそれではよろしくお願いいたします松田さんは本をどうしなければなりませんか 5番？女の人と男の人が話しています。女の人は部屋について何が不満だと言っていますか？ いい部部屋屋見つかったたたこのの前話してた部屋に決めたのうんそれがね不動産屋で話を聞いた時はよかったんだけど実際に見てみるといろいろと日当たりも良さそうだしペットも飼えるしって喜んでたじゃないうんそれはよかったんだけれど話では最寄り駅まで徒歩10分だったのが実際は20分近くかかるのよそれってよくあることなんだってね うん。まあ、ありがちなことなんだけど。あと、私、服やカバンがたくさんあるから、それがね、全部ちゃんと収納できるかどうか心配。いっそのこと、これを機会にいろいろ処分しちゃえばええー、それはできないわよ。あの部屋、水回りもそこそこだし、新築だし、いい物件なんだけどな。 女の人は部屋について何が不満だと言っていますか六番男の人が話しています。男の人が驚いたのは何についてですか いやー知りませんでしたまったくこれからは世界のあちこちで水が不足して水のために戦争も起こりかねないということや日本が食料の半分以上を輸入に頼っていることは知っていましたがこの2つの間に関係があるとは知りませんでしたいや昨日のテレビ番組で知ったんですがね日本は世界一の水の輸入国だそうなんですよそうでしょ 日本はこんなに水に恵まれているのにですよ。ただ、これは飲み水ではなくて、バーチャルウォーターといって目に見えない水のことで、1キロのトウモロコシ、1キロの牛肉を作るにも大量の水が必要になるので、食料というのは結局、水なんですね。だから、たくさんの食料を輸入することは、たくさんの水を輸入することと同じになるわけですよ。 日本は海外の水に依存して世界の水不足と直接つながっていたんですねいやーそうだったんだーって認識を新たにしました男の人が驚いたのは何についてですか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。1>, 1番 大学の先生が話しています。では、特別講義の内容について、簡単に説明します。人間は社会的な動物だと言われますが、これは、私たちが日頃の生活において、多くの人と接し、関係を持っているということです。この人間が相互に影響を与える現象、つまり、私たち人間が引き起こす 様々な社会的行動はどのようにして起こるのか、そのメカニズムに迫ります。具体的には流行やブームはなぜ起こるのかとか、第一印象は何で決まるのかとか、集団や組織におけるリーダーとはどんな人か、それから男女が恋に落ちる条件とは、などなど幅広い問題について考察していきます。 この講義のテーマは何ですか 1, ?1 人間と動物の共通点 <S 2, 2 <S リーダーたちの共通点3人間の社会行動のメカニズム4恋愛のメカニズム 2番。2> 政治家が景気対策について話しています。えー、景気回復のためには、いろいろな対策が考えられますが、空港やダムを作るといった、いわゆる公共事業では、もはや効果が望めなくなっています。もちろん、必要な道路工事などの公共事業を、今すぐ中止しろ、とは言いませんが、 景気に新たな刺激を与えるとは私は思いません。それよりも、現在のような経済状況では、個人消費を刺激することの方が大事で、例えば、ハイブリッドや電気自動車のように、環境に優しい車の税金を減らしたことは、非常に効果的であったと思います。購入価格が安くなったことで、エコカーの売れ行きは伸びていますし、自動車産業も活気を取り戻しています。 男の人はどのような景気対策がいいと考えていますか 1, ?1 自動車産業を育てること 2, 2税金をなくすこと3個人消費を刺激すること4公共事業を増やすこと 番、女の人が話しています。朝バナナダイエットっていうのを聞いたことがあると思いますがこれは朝食にバナナを食べて食後に水を飲むというものなんですが効果がある効果はないと賛否両論あるようです朝バナナを食べるだけで痩せられるならそれに越したことはないのですがダイエットの効果は人それぞれのようです ただ、バナナそのものに脂肪を燃焼させて体重を減らす作用はありません。ですから、太っている人が朝ごはんをバナナだけで済ませば体重は減るかもしれませんが、それがバナナのおかげかといえば、それは疑問だと言うしかありません。女の人はどう考えていますか 1, 1バナナはダイエットにとてもいい。2, 2バナナはダイエットにかえってよくない。3バナナはダイエットにいいとは言えない。4朝バナナを食べるのは健康にいい。 4番。男の人が話しています。今日私がおすすめしたいのは、この一冊です。第一章では、南米の森に住む耳長猿の話が出てくるんですが、この猿は耳が大きく、オスは発情期になると、この耳が赤くなるんです。オスは気に入ったメスに、自分の耳の赤さをアピールして近づきます。 第2章では鳥の例を紹介しています。北アフリカに住む黄色カンムリ鳥のオスは恋の季節になると巣を作り、その巣の周りを黄色い花で飾る習性があります。黄色い花をたくさん飾って巣を魅力的に見せメスを誘うわけですね。この本ではこのように様々な動物たちが異性を引きつけるために見せる 面白いいを紹介していますこの本はどのようなことについて書かれた本ですか <S ?1 猿 <1 S 2> と鳥の習性2猿と鳥の魅力3動物の オスとメス。四。動物の求愛行動。五番。女の人が話しています。来年から。 全国の中学3年生を対象に、国語と数学の学力を調査する学力テストが行われることになり、今その実施方法や、そもそもテストを行うべきかどうかをめぐって、様々な議論が起こっています。学力差が全国規模で数字となって確認できるのはいいといった賛成意見もありますし、テストにかかる莫大な費用を、 学校設備の拡充に回すすべきだといった反対意見もあります私もそんなお金があれば学校の設備をもっと良くしてほしいとも思いますがテストというものは生徒の学力ばかりでなく先生方の指導力も測ることができるという意味で実施を歓迎したいと思っています。女の人は 学力テストについてどう考えていますか 1, ?1 賛成でも反対でもない <S 2, 2 <S どちらかといえば賛成だ3どちらかといえば反対だ4全面的に賛成だ 問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から正しい答えを1つ選んでください1番この仕事 ぜひ私にやらせていただきたいんですが。1, 1じゃあ、君に任せるか。2, 2じゃあ、僕がやらせてもらうよ。3僕もやりたくないなあ 2番、ハイキング楽しかったよ。一緒に来ればよかったのに。1、ほんと一緒に来てよかったわ。2、ほんと行かなくてよかったわ。3、だって風邪ひいちゃって。 3番心配してたんですよ事故にでもあったのかと思って 1, 1どうぞお大事に 2, 2それはご心配ですね3どうも申し訳ありませんでした 4番、お会計はご一緒でよろしいですか ?1、別にいいです。2、別々にしてください。3、ご一緒させてください。 5番あのチームが優勝するなんて誰が予想しただろうね。1誰だかわからないわね。2, 2全く予想できないわね。3, 3ほんと信じられないわね。 6番、まだ会社にいらっしゃったんですかお帰りにならないんですか 1>, ?1、仕事が片付かなくてね。2、仕事がなくてね。3、会社が遠くてね。 7番歌がお上手だとは聞いてましたが、噂通りですね。1どういたしまして。2, 2それほどでもありませんよ。3, 3そんなもんですよ。 8番あのー、このボールペン、ちょっと拝借してもよろしいですか 1>, ?1、ええ、書けますよ。2、ええ、どうぞどうぞ。3、ええ、わかりました。 番「ああ引っ越しやっと終わりましたね」「一。本当にあっという間でしたね」「二。本当に大変でしたね」「三。本当に残念でしたね」 １０番ちょっとお尋ねしたいことがあるんですがお時間頂戴できますか 1> 1？ええ、聞いてみます。２ええ、もらいました。３ええ、何でしょう。 11番いやーこれを全部来週までにだなんてできっこありませんよ1そこをなんとか来週までに 2> 2じゃあ今週中にお願いしますじゃあ全部お願いします 問題,5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。1番 1> 問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から2 4の中から正しい答えを1つ選んでください。家族3人が娘のアルバイトについて話しています。ねえ、お母さん、私アルバイトを始めたいんだ。いいでしょう？そうね、まだ大学に入ったばかりなんだから、勉強の方しっかりやった方がいいんじゃないの でも、友達はみんなやってるし、お金も必要だし。お金って、ちゃんとお小遣いあげてるでしょお父さんも言ってやってくださいよ。お父さんだって、学生時代アルバイトをやってたんでしょそうだな。でもお前は、授業料のために働くわけじゃないんだろうそりゃそうだけど、サークルって結構お金がかかるの。 そのたびにお母さんに出してもらうわけにはいかないでしょじゃあ、サークルをやめたらサークルなんて遊びでしょもう、これじゃ話にならないわ。まあまあまあ、二人とも喧嘩しないで。わかった、こうしよう。アルバイトはしないで、お父さんの仕事を手伝ってくれ。コンピューターで原稿を打つの。一枚0千円でどうだ結構大変だぞ。 え本当に原稿ってたくさんあるのうん月に560枚くらいにはなるよ分かったじゃあそうするよかったわね花子それなら安心だわ大学の勉強も忘れないでよ娘の花子さんはなぜアルバイトをしないことにしましたか 1, 1大学の勉強が忙しいから 2, 2サークルが忙しいから3母親に反対されたから4父親の仕事を手伝うから 2>, 2番まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。あるイベントの会場で司会者がグループ分けの説明をしています。ええー、お集まりの皆様。では今から 自分の性格をどう思うかによって A, B, C, D4 つのグループに分かれていただきたいと思います。よろしいでしょうかまず A のグループ。こちらには明るくて社交的なタイプの方。それから B。こちらは真面目で几帳面でとても責任感が強いというタイプの方。次は C。こちらは 常にマイペースで自分のやり方を貫くタイプの方です最後に D ですがこちらはどちらかというと一人でいる方が楽で物を作るのが好きなタイプですよろしいでしょうかあちらの ABCD と書かれた場所に分かれてお入りくださいではどうぞお願いします僕はよく研究者タイプって言われるから D なのかなそうマイペースなだけなんじゃないそれに一人でいるとこなんて見たことないよそうかそう言われるとそうだなじゃああっちかそれより私どうしよう全部当てはまっちゃうみたいそうだね明るくて真面目で自己中心的で料理も作るし料理は関係ないでしょそれに自己中心的だなんて あなたに言われたくないわよ。うーん。君って結構細かいからな。時間にもうるさいし。そっか。じゃあ、こっちにしよう。よかった。あなたと同じグループじゃなくて。質問1。この男の人は、どのグループですか 質問2この女の人はどのグループですか Yeah. <sighs>